はい、こんばんは。参議院議員の乙武俊です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。11月21日に収録をしております。今日ももう11時を過ぎてしまいました。今日はですね、月曜日なんですけども、本来は衆議院参議院で、本会議が行われて、補正予算案が示されてますので、財務大臣が財務演説をやって、財政演説をやって、それに対して質疑を行うということが予定されておりました。ところが週末にご案内の通り、総務大臣が寺田総務大臣が辞任をされましたんで、ごちゃごちゃしてですね、今日は、結論としては、衆議院は行われたものの、参議院の本会議は飛んでしまって、なくなってしまって、明日になるということで、予定が1日ずれ込むことになりました。もう大臣が辞めた混乱があるんでね、これはもう残念ではありますし、私も今日登壇の予定だったんでね、告知をしておいて皆さん申し訳ありませんでしたという感じなんですが、ちょっとこの、玄人目線というか、永田町目線で解説したいのが、この、今日、確かに参議院はなくなってしまって明日になった。これ自体は良くないことなんですけども、割とですね、この大臣が一人辞めた割には早い。というのが多分永田町の中の評価なんだと思うんですよね。普通大臣が一人辞めればですね、2、3日ぐらいは審議が、1日は少なくとも全部完全に審議が停滞して、翌日に全部予定がいって、2、3日ぐらいはね、ちょっといろいろごちゃごちゃごちゃ影響が残ると、いうことなんですけども、今日は衆議院は行われて、参議院は翌日行ってしまったんですけども、いわば最小限の大臣が辞めたという極めて大きい事態に対しては、最小限の日程変更で、済んでると、いうことがね、私はこの、なんでしょう、永田町の評価なんじゃないかなと思います。で、新聞にも、朝日新聞にもですね、閣僚辞任ドミノ、混乱する国会、迫る会期末、審議拒否は避けた野党ということで、朝日新聞が、審議拒否をしてもよかったのに、野党は今回やんなくて、あえて審議をするようにしているというようなことを記事に書いてるんですけども、これそういうことだと思うんですよね。日程闘争といってね、とにかく審議応じないとかで、ずる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 やって、時間切れに追い込んで、会期末を迎えて、政府、与党が通したかった法案を廃案にすると、いうことをこれまで野党は戦略としてやってきたわけですけども、今回この大臣辞任は、もう3人どんどんどんと辞めてるわけですが、あえて日程闘争せずに審議に応じていると。ということは、いろんな理由があってですね、これはもう各社、マスコミの分析等々も、いろんな見方があると思いますけども、まずもちろん被害者救済法案とかね、この旧統一教会問題の法案をちゃんと成立させたい。これは与野党協議会やって、足並み揃えてますから、これやるためには審議拒否とかしてですね、国会自体が時間切れになるわけにはいかないというような事情ももちろんありますし、そしてですね、審議に応じた方が、いいと。要は審議拒否をして政府与党にダメージを与えていくということも一つなんですが、今やっぱり政府与党がかなりだらしない。だったら正面からですね、予算委員会とか早く開いてですね、バンバン質疑をして、岸田総理どうなってんだこれはって追い込んだ方が、どちらかむしろ、野党にとってもプラスになると。これはもちろん国民にとってもプラス、議論をするわけですから、これはプラスになると判断して攻めてると。いうこともあると思いますし、あと最後の一つは手前味噌ながら、やっぱり維新がこの国会運営の、イニシアチブを握り始めてるということで、これはもう立憲民主党の、特に安住さんなんかも日程闘争するのがかなり得意というかね、かなり強権的な国会を進めることで有名ですから、立憲民主党が野党第一党で、野党の筆頭理事として、この、令和とか共産とかで組んでわーとか言って、野党連合とかでわーわーやってる時期はもう基本日程闘争だったわけですよ。審議拒否ばっか連発してたと。その中で日本維新の会は、ずっと野党とか、あいつは野党じゃないとか、与党だとか、与党だとか、いろいろ言われましたけども、審議拒否は原則しないでやってきたと。で、今回も我々はやっぱり審議拒否ということはもう、基本では避ける。ということで、審議に応じるという姿勢で、やっぱりこの国会の運営、国会の日程の調整に臨んでいますから、そこが一応立憲さんという一部政策協力をしていることで、この、いわゆる維新に引っ張られるような形で、日程闘争してもやっぱ維新がついてこないかもしれないし、じゃあだったら審議応じるか、というようなマインドが野党第一党にも生じてるんじゃないか。と、私は国体じゃなくてね、政調の方なんで、国体の中の交渉がどうなってるかつまびらかには分かりませんけども、そういうポジティブな、国会運営にとっても、国民にとってもポジティブな、やっぱ審議拒否をしてね、時間切れ引き分けに持ち込もうと、審議拒否だとか、パフォーマンスとしては国会空転とかニュースになって面白いかもしれないですけども、やっぱりそれは私はあるべき姿じゃないと思いますので、大臣が辞めても、今日は半日という影響で、最小限で済んで、明日からまた、きちんと審議をすると。いうことはこれは私はプラスだと思いますので、こういうとこからもね、日本維新の会が国会運営の中でプレゼンス、存在価値を大きくしているということは、いい影響があるんじゃないかなというふうに思います。で、再三この YouTube の方でも取り上げていますけども、やっぱりこの国会運営というのは、与党と野党第一党が交渉すると。野党第一党が、この、数ある野党を代表して交渉のテーブルに代表してつくというのが国会の慣習でありますので、まあ、やっぱりここの野党第一党がどう立ち振る舞いかということはすごく国会で大事だし、ここの野党第一党のポジションをね、日本維新の会が取るということになれば、よりいい国会運営、建設的な議論が行われると思いますので、まあ、立憲民主党となんといろいろ政策で一部協力はしておりますけども、だからといって別に立憲民主党さんと選挙協力をするつもりはありませんし、我々はあくまで野党第一党をしっかり目指していくと、選挙において野党第一党を目指していくということで頑張っていきたいというふうに思いますんでね、まあ、是々非々の姿勢、政府与党とも、立憲さんとも国民さんともいろんな政党とも、是々非々で協力すべきは協力しながら政策を前に進めていくということで明日からも頑張っていきたいと思いますし、明日は私の本会議登壇もあると思いますので、ぜひご注目をいただきまして、こちらの YouTube チャンネルにもチャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。おやすみなさい。